はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ラップ TV です。ヘリオビアで2023年10月3日、今月ですね、現れた太陽の横にピタリとひっついて離れない、この太陽の横に停泊する巨大宇宙船、2023年10月25日現在も見ることができます。この驚愕の映像、果たして太陽に何が起きているのか、これは何を彼らはしているのか、皆さんと一緒に今日はこの驚愕の連続映像もお見せしますので、最後まで見てください。太陽に何か最近異変が起きているのか、最近太陽の周りにあの火の鳥やら、また巨大宇宙戦艦など現れております。そして特に今度私が発見したこの太陽の横に20日間以上も停泊しているこの大きな巨大宇宙船の影が映り込んでおります。太陽の重力やこのフレアに耐えながら、こんなに1ヶ月近くも停泊することができるのでしょうか。この驚愕の物体は一体何なのか、皆さんと一緒に見ていきます。それでは写真からです。どうぞ。こちらが今日の映像、最新映像です。2023年10月25日11時53分56秒にも、このようにまだ同じ位置に同じ形のものがあります。太陽も自転しておりますので、この太陽が回転している映像もお見せしますが、こちらはわずかにしか上下にわずかに移動するぐらいで、ほとんど位置を変えずに停泊しています。私が調べたところ、詳しく調べると9月28日に出現して、現在も今もなおこういった状態で太陽の横に停泊して、何かエネルギーを吸収しているような感じに見えます。果たして皆さん、これは何なのか、最後までご覧ください。またいつものようにこの設定に合わせると見ることができます。ヘリオビア .org のリンクは概要欄に貼っときます。すぐこの双方 EIT195 に合わせると、この緑色の画面になりますので、この設定に合わせることを忘れないでください。すると見ることができます。それでは写真の方からです。驚愕映像と写真をご覧に入れます。はい、これがその10月23日の映像です。ほとんど位置も変わらず、こういった感じで一番よく映っているところを皆さんに見せております。もう太陽にもうそばですね、わずか、まあ、地球一つ分ぐらいしかここに入らない大きさのところにいます。地球の直径が12,700キロということなんで、約ここが12,700キロぐらいという、非常に近い位置に停泊しているこの謎の巨大宇宙船は一体何なのでしょうか。ここに長ひょろい物体が見えます。そして丸いものが 1,2,3,4 と、ここに 5,6 あって、ここら辺に長いものが3つ見えます。果たしてこれは巨大宇宙船なのか。ちょっと引くとこんな感じに見えますよね。パイプがつながったように見えます。下の部分、上には丸い球状のものが2つ、そしてその上にも2つ見えます。果たして20日間も約1ヶ月にわたって現在も停泊しているこの巨大な物体、これは9月28日以前にはいませんでした。果たしてこれは何でしょう。今でも見えますのでね、ぜひ皆さんヘリオビアで見てコメントください。たくさんのコメントをお待ちしております。位置がここです。ヘリオビアのこの位置です。太陽の左横隅ですね。この部分にこんな感じで見えております。太陽から噴出するものだったら、太陽は自転しております。そしていつまでもこんなところに太陽のフレアの圧力で吹き飛ばされます。それが全く位置を変えずにここにずっと停泊しているといった、この巨大宇宙船は一体何なのでしょうか。ものすごいテクノロジーですよね。太陽の熱にもフレアにも太陽の重力にも変えている、強力な巨大宇宙船だということがわかります。これが赤枠内のその宇宙船です。
力が入っております。久々ヘリオビアで現在起きていることです。皆さん今でも停泊してますので、今日私がこれ動画投稿しているのが10月の25日です。2023年10月25日の、まあ、映像がこれということになりますので、そしてこの実際の映像も録画しましたので最後まで見てください。これです。これが巨大宇宙船だといった感じです。不思議な形をしてますよね。そしてこれが青色のフィルター、別の、まあ、色のやつに切り替えたものです。これ青ではちょっと見えにくいですね。そしてまた色を変えたものです。これです。ここにやはり長いものがあって丸いのがあります。変わった形でここはつながってますね。パイプのようなものでつながっているといった感じです。この辺まであります。そしてこの距離は1万2700キロぐらい、約地球1個分ぐらいの距離離れたところにあるといったものです。後で実際に立ち、このヘリオビア立ち上げてね、実際にアーススケールを置いて調べてみたいと思います。皆さんこれが今でも停泊しております。この太陽のフレアの爆発にも耐えながら、そして重力にも引力にも耐えながら、ここにある熱にも耐えながらあるこの物体は、まあ、やはり異星人の知的生命体の何か燃料か太陽を研究しているものだと思われますね。調査しているものがはっきりと映り込んでおります。今がチャンスなのでぜひ見てください。太陽に何が起きているのか、それも太陽にこういう明るい一番熱が出ている部分のそばにいるということになります。そしてこれが緑色のはっきり見えるものに切り替えたものです。どうでしょうか。割と拡大したものです。ここに丸が2つ、そしてここにもあります。そしてこことは切り離されているようですが、まあ、つながっているかもしれませんが、そしてこんな感じです。ここはパイプ状にこうくねってますね。そしてこういった変わった宇宙船がここら辺に、全体像はここからここまでです。存在するものが現在も太陽の横にいるという、今日はビッグニュース、ビッグ、まあ、スクープを皆さんにご紹介しております。そしてこれがアーススケールです。この地球の直径が12700です。だからこの辺一番近いところが約地球1個分から2個分太陽から離れた位置、ここは3個分ぐらい離れてますね。地球の大きさと比べるとだいたい地球の直径ぐらい、直径よりやや大きいぐらい、まあ、12700から15000キロぐらいのこの横幅があるという物体がここに停泊しているということになります。これです。果たしてこの7層の物体は何でしょう。これスケールです。2万2000キロでした。だいたいここからここまで2万2000キロです。一番横幅の大きいところで2万2000キロあるというところで、この幅から考えるとこの2万2000キロの倍で4万4000キロからここまで入れると、まあ、5万キロぐらいあるものが、物体が太陽の横にへばりついて停泊しているということになります。私が調べたところによると9月28日に現れておりますので、その辺に現、その辺を見ると9月27日にするとここは全くない状態で、こんな状態で見えます。はい。そしてこれがまたアーススケールです。まあ、地球の大きさと比べてください。そしてこれですね、よく映っているものをお見せしております。拡大して最大まで見せるとこんな感じのものが太陽の横にへばりついている。これが、まあ、私が10月3日一番よく映っているところで止めたものです。そしていつ消えるかと調べたら9月28日頃に出現しております。27日にするともう見えません。こういった感じの何もないものが見えるということで、設定を必ず双方 EIT195 に合わせてください。そしてここで、まあ、番号を変えると色が変わります。はい。これがヘリオビアです。それでは実際に、まあ、まとめた動画見ながら説明していきたいと思います。最後にその動画もお見せしますので最後まで見てください。現在2023年9月28日に出現して、
現在もこの赤枠内の位置にいる大きな太陽の横にいる宇宙船です。大スクープの最近一番ほやほやの映像となります。最新の、まあ、太陽の映像、太陽が、まあ、自転しているところの横にへばりついているというところをお見せしますので、映像も最後に流します。最後まで見てください。はい、これが22,000キロ、はい、のバースケール。これがアーススケールですね。地球の大きさが、直径が12,700キロあります。そしてこれですね、はっきりとここに謎の物体が止まっております。そしてこれが実際の映像です。何度かお見せします。最後にもっとすごい、ロングバージョンで見せますので、最後まで見せ、はい、まずこれが見えている、また別の色をかけ、フィルターをかけて見せているところです。そして青色、そして、まあ、最後の方で動画をお見せしますので、はい、これです。白い宇宙船も飛んでますよね。はい、どうでしょうか。あそこに停泊しております。太陽はこの速さで自転しています。その自転にも引力にも、このフレアが次から次に強烈なフレアが降り注いでいる中に、あの位置に停泊している宇宙船だということが分かります。角度を変えて、こういう明るいフレアが来た時には宇宙船が見えますよね。全体像が、はい、見えますよね。こういった感じの宇宙船、下に何か3つの足があって、上の方に伸びている宇宙船が停泊しているということになります。だいたい4万キロから5万キロの長さがあって、横方向は約、まあ、1万、2万2千キロぐらいあるということです。これが実際の映像を拡大したところです。ここに下にバー、左横にバーと日にちが出ております。はい、こういった感じで、これが連続映像となります。かなりの期間、20日から10日ぐらいをまとめて実際の速度で映したものとなります。もう一度見てください。これです。どうでしょうか。色を変えました。下にバーに時間が出てます。これです。はい、これが今回今でも見ることができます。下にヘリオビアのリンク貼っときますので、あなたも私の同じ設定で見てください。すぐに一番新しい10月25日の映像も見ることができます。これが10月23日の映像です。まだ25日もこういうふうに止まっております。はい、最後にその実際のヘリオビア立ち上げたところを見て終わりたいと思います。これが今日表した、まあ、ヘリオビューを実際に立ち上げて、日にち今日の一番新しいのにして、双方EIT195、 このへの字マークを195にすると見ることができます。これを284にするとこの色です。これでブルーにしたり青にしたりすることができます。まだここに停泊しているのは、まあ、鮮明に見えますよね。やはり緑色で見るのが一番いいと思います。こういった感じで、何か大きな宇宙船の物体、足が3つあるような奇妙な宇宙船が太陽のフレアのところでエネルギーを供給しているものなのでしょうか。それとも太陽を何かメンテナンスしている宇宙船なのでしょうか。こういった最近は太陽に頻繁に不思議な火の鳥とか、いろんなものがまた頻繁に現れておりますので、皆さんにご紹介しました。今日はこちら実際のヘリオビアの映像をお見せしております。ここ双方 EIT195、 この設定に合わせて、この日付に合わせると今日の日付でも見れますし、明日もまだいると思いますので、ぜひこれがなくなるまで追い続けたいと思います。皆さんぜひ見てみてください。それではもう一度その連続映像をお見せしてお別れしたいと思います。では最後までこのご視聴ありがとうございました。これが赤枠内、巨大宇宙船が今でも2023年9月28日から10月25日現在まで、この太陽の横にピタリと停泊、様子の
写真と映像をご覧にいただきました。大スクープとなります。果たして皆さん、これは何なんでしょうか。皆さんの推測、コメントお待ちしております。ではまた不思議な映像ありましたら、皆さんに次回お会いしたいと思います。ではまた不思議な映像見つかりましたら、皆さんにご紹介したいと思います。今日は大スクープをご紹介しました。ラピッ TV でした。ではまた次回お会いしましょう。